ご好評につき、第2弾よ。今回は先々週のお泊まりでできなかった、サナエの怖い話よね。その件なんですけど。私が話そうとしてたのは実体験でして、霊夢さんとアリスさんも知ってるんですよね。ああ、もしかしてあの時の井戸の話。はい、ですから。怖い話が上手なアリスさんの目線で語ってくださいませんか。うん、わかった。ちょっと、タイム。サナエと霊夢とアリスの体験談ってことは、怖がらせる対象私一人じゃねえか。そんなんフェアじゃないぞ。しかもなんで私をその場に呼んでくれてないんだ。呼んだわよ。あんたがめんどくさいって断ったんじゃないの。あれ、そうだったっけ、覚えてねえや。大丈夫よマリサ。その場にいたと思えるくらい、怖い思いをさせてあげるから。だから毎回気合入りすぎなんだよ。ある日、私はサナエちゃんの運転する車に乗って、とある廃村に向かっていた。メンバーは私とサナエちゃん、後部座席を占領している霊夢の3人。目的の廃村まではあと1時間、といったところかしら。車は現在、林道のなだらかな上り坂をゆったりと登っている。私は持っていた地図に目をやる。これから行く廃村は地図にすら載っておらず、色ペンで印がつけられていた。つまり、それだけ偏僻な場所にあるということ。ふと、後部座席の方から軽いいびきが聞こえた。今回の依頼、霊夢さんが受けたはずなのに、どうして受注した本人が寝てるんでしょう。バックミラーを覗いた後、呆れた口調でサナエちゃんが喋り出す。そう、この廃村に赴こうと言い出したのは霊夢なのである。それもゆかりさんからの命令で。霊夢は私たちみたいに現代っ子でも都会派でもないから、車慣れしてないでしょうし。そこのところは勘弁してあげましょう。そうですね。って。霊夢さんよだれたらしてません。これかなこ様からお借りした車なんですが。この廃村には、不思議な井戸があるんだって。昨日、里で食事をしていた時に霊夢は話を切り出した。ゆかりから聞いた話なんだけど、その廃村には普段は枯れているのに。新月の夜にだけ水を満たす井戸があるらしいの。なんでも、その井戸の底にはカッパが眠っているとされ。井戸の水を口にした者は寿命が伸び、若返るそう。若返る。私はなんとなく理由を察した。カッパが眠る井戸。ですか。サナエちゃんがぽつりとつぶやいた。そういえば、カッパのお肉って口にしたら不老不死になれるんだっけ。私が外の世界にいた頃は人魚の肉体とも聞いていましたから。もしかしたらそれと混同しているのかもしれません。ですが、そういった言い伝えも地域ではあるそうなんです。へえ、じゃあ本当のことかもしれないんだ。ね、だから調査に行きましょ。報酬は半々でどう？にしても、報酬半々とはいえかなこさんもよく同行の許可をくれたわよね。どうやら、この話をゆかりさんに聞いたらしく、その後急に許可をいただけたんですよ。失礼ながらも私はまたもや察してしまった。サナエちゃんはさ、もしその井戸に水があったら飲む。いえ、不老不死の件は置いといて、管理の行き届いてない井戸水なんて飲めません。そうよね。私もその気はない。そもそも私がついてきた理由は二人だと心配だったからだ。ただし一人だけ。霊夢だけは飲む気満々らしかった。なんせ、お気に入りの湯飲みまで持参してきている。ちょっと、霊夢さんよだれ。珍しくサナエちゃんが取り乱している。それでも当の本人はシートに持たれて、気持ちよさそうに眠るばかり。霊夢のことだし、きっとカッパのお肉と出汁を食べている夢でも見ているんだろう。そうこうしているうちに、目的の廃村に到着した。廃村といっても、その村はまだ村としての形を残していた。苔むした地蔵の視線を感じつつも、その先にある大きな井戸が目に入る。ほら、カッパ井戸よ。霊夢が指を指して言う。霊夢が井戸というそれは、石造りで直径1メートルくらいの円形をしていて、上に重そうな蓋がしてあった。ねえ二人とも、この蓋開けるの手伝ってよ。私たちはいやいや、井戸の蓋を開けるのを手伝った。蓋をずらした瞬間、冷蔵庫を開けた時のような冷たい空気が頬を撫でた。暗く深い穴がその口をぽっかりと開ける。わぁ。霊夢は穴に向かって突然叫んだ。その声は浮き壁に反射して、幾重にも重なって戻ってくる。次に霊夢は拾ってきた小石を投げ入れた。
つ、というわずかな音。それは井戸に水がないことを示していた。私たち三人は無言のまま視線を交わし合う。何も見えないし、さっきの石の音からこの井戸は枯れているみたいね。少なくとも30メートルはありそうです。浅井戸かと思っていましたが、そうじゃないみたいです。そう言って、さなえちゃんはまた石を投げ込もうと思ったのか地面の石を拾った。それから、ふと何かに気がついたように手にした石を見やり。結局投げ入れずに霊夢の方を見た。これからどうしましょう。決まってんじゃない、話によるとこの井戸に水が湧くのは新月の夜。月が出てからよ。それまで待ちましょ。霊夢の言葉は予期していたものであったが、ここは廃村。暗くなるのを待つということは、怖がりな私にとって拷問に近い行為だった。どうしてついてきた、と過去の自分を叱りつけ、平常心を取り戻す。それから私たちは車に戻った。確認すると時刻は6時半。月が出るまではもう少し時間がかかりそうだった。何して待ちます。それなら、任天堂プイッチでもやりましょ。ほら、トリプル赤甲羅よ。コンピューターのキノコを盾にしてガードよ。ふざけんじゃねえよ。キノコにクラクションで追い打ちです。私たちは生意気なコンピューターをいじめながらレースやバトルを楽しんだ。ところで、あの井戸についてなんですが。それは生意気カートを一通り終えた時のこと。さなえちゃんがぽつりとつぶやいた。カッパと井戸の話、詳しく聞かせてくださいませんか。ああ、そういえば話してなかったわね。うん、教えてあげる。昔、この村に住んでた一組の夫婦が、村の近くの川でカッパを見つけたそうなの。それで夫の方が後ろから棒でぶん殴って、縛って村まで持って帰った。どうしてそんなひどいことを。食べるためだって。カッパの肉には不老不死の力があると信じられていたからね。それとも単にお腹が減ってたからなのかは知らないけど。それで、いざ食べようとした時に、カッパが気づいて逃げ出したの。村人に追いかけられ、カッパが逃げ込んだ先が、あの井戸だったんだって。それから村人は井戸に蓋をしたんだけど、カッパは3日2晩井戸の中で叫び続けたそうよ。4日目の新月の夜、叫び声は止んだ。カッパは死んでしまったの。井戸は地下水脈に直接繋がっているわけではないから。いくら泳ぎが達者なカッパでも、出口がなければどうしようもなかったんでしょう。井戸が枯れたのはその後のことだそうよ。水がなくなったの。でも不思議なことに、新月の時だけは水が湧くんだって。私が事前に聞いたのはこんな話よ。そうして気がつくと、あたりは先ほどより暗くなっていた。さ、行きましょ。霊夢が懐中電灯を手に取り行った。さてさて、果たして水はあるのでしょうか。それは、井戸の底にあるものからの返事だった。今、井戸の中には水がある。二人とも、今の音聞いた？私は固まっていた。石を投げ込んだ本人の霊夢すら驚いている。さなえちゃんはこの結果を受けうつむき、何やらつぶやき始めた。定石は関係ない、ですよね。いくら新月といっても、地下水面を押し上げるほどの影響はないですし。この辺りには海も湖もないはず。地球の自転が加速。そんなことは。しかしそうなると、最初から、水はあったんじゃないでしょうか。ぶつ切りにそう言うと、さなえちゃんは地面に落ちていた石を二つ拾い、その手を井戸の上にかざした。水に落ちる音、さなえちゃんは手の位置をずらし、二つ目を落とした。違う音、これは一体どういうことかと聞こうとした矢先。おそらく石か何か、硬いものが積もりに積もって水面から顔を出しているんです。先ほど霊夢さんが石を投げた時は、たまたまその硬いものの上に落ちたんでしょう。深すぎて中は見えなかったですし、先にもう枯れてるって情報があったものですから。私たちは一度で確認をやめた。すごいよ、さなえちゃん。よくそこまで推理できるものね。当たって欲しくなかったです。私には何が何だかわからなかった。霊夢さん。バケツとロープ持ってきてませんか？ええ、持ってきたわよ。鶴瓶はないって聞いてたからね。霊夢はバッグの中から、小さな木製のバケツと細いロープを取り出す。さなえちゃんはそれらを受け取り、バケツの取っ手に無言でロープを巻きつけ、
ロープの端をしっかり握ると、そのままバケツを井戸の中へと放り込んだ。ねえ、どういうことなの？当たってほしくなかった、で。何かわかったのなら、私たちにも教えてほしいな。ロープを手繰り寄せ、バケツの水をすくいながらサナエちゃんが口を開いた。霊夢さんがさっきしたカッパの話、あれが本当だとしたらです。あれは、カッパが入ったせいで井戸の水が枯れてしまった、っていう話です。井戸が枯れたのを、カッパのせいにする。それなら納得できます。でも、実際に井戸はまだ使える。水があって、こうして汲むことができるんですから。飲み水に使用できなくても、畑に撒いたり、お洗濯に使ったり、用途はいくらでもあります。この村の方たちは、わざわざカッパの話を作ってまで、使えるはずの井戸を、枯れているってことにしたかったんです。水があっても使えない。この水は使えないんです。引き上げたバケツの中には、透き通った水。それともう一つ、模様のある石。まさか、こんなものが釣れるなんて。霊夢さん、アリスさん、これがなんだかわかりますか？わからない。私も霊夢も首を横に振る。石だ。人の顔をしているようにも見える。カッパというものが昔、貧困ゆえに間引きされた子供の暗喩だという話は聞いたことがありますか？そうして間引かれた子供のことを、水子と言います。ゾクリ、と生ぬるい風で体中を撫で回されるような感覚。今にも井戸の中から何かが這い上がってきているのではないか。そんな錯覚に陥る。ここには子供がすがりついています。これは水子地蔵です。その名の通り水子を供養するための地蔵です。それが、井戸の中にあった。わかりますか？これは井戸じゃありません。お墓です。おそらく一人じゃない。共同墓地でしょうか。カッパの話でもありましたよね。食べるため、って。直接の意味じゃなく、自分たちが食べていくために、って意味でしょう。飲みますか？ある意味長寿の水かもしれません。なんたって水子です。これからあと何十年も生きるはずだった子供たちの出汁が、たっぷり出てるんですから。の、飲むわけないでしょ。そうして、私たちはバケツの水を井戸の中に戻した。そしてそれは、試合終了の合図でもあった。蓋を閉め、首だけの水子地蔵をその上に置き、私たち三人は手を合わせた。車に戻る途中、井戸の近くにあったお地蔵さんに目をやる。通り過ぎる際に、サナエちゃんがポツリと言った。そこのお地蔵様も、水子地蔵です。その瞬間、泡立った。幽霊よりも、妖怪よりも、暗闇よりも、何よりも、人は怖いのだ。シン、と静まり返った帰りの車で、サナエちゃんは言った。すみません。さっきの話、ジョークです。え、ジョークって、カッパとか水子の話は、ごめんなさい。あんな簡単に信じてもらえるとは思わなかったんです。井戸からバケツを引き上げた時に、ちょうどいい形の石が出てきたものですから。カッパが間引きされた子供の暗喩というのはある話ですが、村人が本当にそんなことをしたのなら、何故自分たちの罪を、いえ、恥をわざわざ暗喩して人に伝えようとするのでしょうか。誰でもわかるわけじゃないし、後悔の気持ちがあったんじゃないかな。私にはわかりましたし、あのカッパの話で私たちは後悔してます、というのはちょっと。そのような暗喩があることを当時の村人が知らず、本当に偶然語り継がれた話。ということも考えられますが、そうだとしてもあの井戸に子供は埋まっていませんよ。どうしてわかるの？簡単な話ですよ。生活に困るからです。へぇ？山奥の農村で井戸に頼るところは少ないんです。他にいろいろ水源はありますから。事実として森谷神社でも、川の水を汲んで使用していたことがありました。それでもあんなに深い井戸を掘ったのは、本当にあの井戸が必要だったからです。そんな井戸に子供を放り込む人はいません。捨てる場所なら他にもたくさんあります。でも、あの水子地蔵は、あれは嘘です。形も全然違うただの石です。井戸の近くにあったのも、ただのお地蔵様ですよ。井戸の底にあった硬いものは、きっと私たちがここを訪れる以前に来た人が石を落として、水の有無を確認していたんでしょう。それが積もって顔を出していたんです。私は霊夢に助けを求めようと、後部座席を見る。霊夢は寝ていた。どうも静かすぎると思った。霊夢さんには、もう少し黙っておきましょう。私はサナエちゃんの名演技に、見事に騙されたのだった。けれども肩の力が抜け、私はなんだか血の底から救われた気分だった。冗談でよかった。
サナエちゃんが冗談というのだから、きっとそうなのだ。私は、そう思うことにした。だから私は、井戸の蓋がどうしてあんなに重かったのかも気にしないことにした。だから私は、サナエちゃんの表情が普段以上に優しげなことについて、気にしないことにした。だから私は、あのバケツを差し出された時に見た。水と一緒に入っていた、人骨のようなものについて聞くのは、やめておくことにした。だって全部、ただのジョークだから。そうして井戸の調査を終えた私たちは、このことをゆかりさんに報告したのでした。どうだったマリサ、これ、去年の夏の話よ。すげえ、鳥肌立ったよ。やっぱ激荒物かきしてるアリスが怖い話するとさ、一層怖さが増すよな。うっふ、その場にいたかのように涼しくなれたでしょ。いやー、地震で経験した話といえど、語り手次第でまた怖さが増しますね。伊達に人形劇をやってるわけじゃないわね。私もちょっとヒヤヒヤしちゃった。うっふ、二人も楽しんでくれてよかった。時間的に今日はここまでかしら、明日も早いし、そろそろ寝ましょう。みんなは絶対に、古い井戸を見かけても石を投げ込んだりしちゃダメよ。もしかしたらその井戸には、悲しい生を受け成仏できずに人を憎む。悪霊がすがりついているかもしれないから。ご視聴、ありがとうございました。動画を気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。不定期更新ですので、ベルマークも押していただけると嬉しいわ。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。